こんにちは、サワバロです。今回はご質問をいただいていたハート回復系のアイテムですね、気合の塊と古の飛躍の調合レシピをどこで入手することができるのかっていうのについてご紹介をさせていただこうかなと思います。はい、でまず入手できる場所なんですが、こちらのルルシオンに行っていただきまして、ルルシオンに到着しましたらこのまま右に行きます。でこのまま右にまっすぐ行っていただいて、まあ、武具兼加工屋っていうのがあるんですよね。そこを目指していくんですけども、ここもまっすぐ通り過ぎていただいて、でここで右ですね。でまずここで古の飛躍が取れるんですけども、古の飛躍は一応ここですね、この、ズボラな職人、ここで話しかけていただくと古の飛躍の調合ですねをもらえるサブクエストが発生して、ケルビの角と活力剤を納品すれば、クリアになります。でそれが終わったら次こちらですね、この上に行っていただいて、ここの、働き者アイルーですね、これに話しかけていただくと気合の塊の調合書もらえるんですけども、ここに関してはヤオザミを5体倒していただくと気合の塊の調合書もらえますので、まあ、この2つ受けていただいてクリアすると2つのレシピ手に入りますので、ぜひまだ取れてない方は取っていただいて高難度攻略等に使っていただけるといいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもストーリーズ2の動画どんどん上げていきたいなと思っていますので、こういう動画作ってほしいとか、これについて解説してほしいっていうのがあればコメント欄で書いていただけると、次の動画の参考にもなりますので、よろしければそちらもぜひお願いいたします。バイバイ。